法務教官として採用された後は少年院や少年鑑別所で働くことが多く、経験を積んだ後刑務所で働く可能性もあります。また内部の証人試験を受けて一定の研修を受けた後は少年院などで幹部職員として勤務する道以外にもいろいろな道が広がっているようです。ここでは法務教官として採用された職員に少しお話を聞いてみましょう。矯正職員の中で、幹部職員を目指して、その試験に合格した研修員に対して、根拠法令や、施設の運営の在り方について、講義や演習を通して教えるような仕事をしています。過去には1年目で採用された職員に対する基礎的な知識を教える司書の教官の仕事もしておりました。少年院、少年鑑別所、それから司書の教官、矯正管区、そういったところで勤務しておりました。また矯正以外にも、総務省にも出向したりとか、矯正以外の仕事も経験してきました。やはり我々矯正というのは組織で仕事をしております。その組織の一員である職員を育てるということは、施設の土台を作っていくということにもつながりますので、そういった意味ではすごくやりがいを感じています。少年指導を現場でずっとやっていく方もいらっしゃいますけれども、我々みたいに昇進試験を受けて合格すれば、本人のやる気次第では少年院少年鑑別所以外の、いろんな法務本省や矯正管区での勤務も経験できる、自分のやる気次第ではいろんな世界で仕事ができる、魅力のある職場かなというふうに思っています。矯正研修所の効果検証センターというところに勤務しております。効果検証というのは刑務所で行っております改善指導プログラムですとか、あるいは少年院で行っております矯正教育プログラム、こういったもののどういったところがですね、どういうふうに効いているのか、そういうようなことを明らかにしてですね、対外的に説明できるようにするというような形で研究とか分析を行う、そういった仕事になっております。成人の場合ですと刑務所の中で行っている改善指導プログラム、こういったものをやっているときにですね、その他の教育活動についてやる時期を変更したりとかですね、あるいはこの時期はやらないというような形で制限をしたりということがある程度コントロールすることができるんですけれども、少年院の場合ですと短い期間に集中的に教育を行わなければならないというようなこともありまして、他の教育活動とやはり並行してですね、矯正教育プログラムをやらなければならないというような実情がございます。そうなってくるとやはりその時に、効果が出てきたとしても、それが一体どの処遇の効果が出てきたのかということを聞き分けすることが非常に難しくなってくるというようなことがあります。やはりこの部分がですね、ちょっとこの仕事をしていく上で難しい部分かなというふうに感じているところです。矯正施設で行っております改善指導プログラムですとか矯正教育プログラム、こういったものがですね、実際にやってみてどういう効果が出ているのか、そしてそれがですね、それぞれの施設でやっている先生方にその結果を還元することができる、でそれによってですね、その施設の先生たちが自分たちのやっていることというのを確認するとともにですね、このやり方でいいのかどうかということを自分たちで考えることができる、そういう情報を提供できるというのは魅力的な部分かなというふうに思います。この矯正施設の仕事ってやっぱり夜勤とかがあったりとかして非常に厳しい部分もあるとは思うんですけれども、ただ一方でですね、教育をやりたいという人とか、あるいは対人援助職としてやりたいという人たちにとってはですね、他では得ることのできない経験を得る、そういうことができる大きなフィールドであるというふうに感じているところです。ですのでちょっとやはり踏み込むのに覚悟は必要かなというふうには思いますけれども、ぜひ勇気を持ってですね、このフィールドに飛び込んできていただければなというふうに思うところです。